おはようございます。スリコー TV です。OSP のね、新しいルアーが釣り具屋さんに並んでましたよ。その名も、エリマキシャッド 2.3 っていうことで、カラーは、この視認性のいいホワイトチャートっていうね、カラーを選んでみたんですけど、ここ見てください。エリマキが、ついちゃっているっていうことで、価格がキーポンで1298円っていうことで、1,2,3,4,5 本入っているね。これ動画とか OSP のやつで出ていて、発売されたらね、一つ買いたいなと思ったんですけど、早速ね、ちょっと一つ出してみたいと思います。まずね、こんな感じで襟巻きが型崩れしないようなね、ブリスターパッケージに入っております。まあ、このね、肝になる襟巻きを守りつつっていう感じでね、こんなブリスターパッケージに入っていて、さらに開けると、はい、一つ出してみました。すごいね、2.3 インチなんで、小さいんですけども、その小さい中にね、めちゃくちゃギミック満載っていうことで、まあなんだろう、さすが OSP っていう感じで、この大きさなのにしっかりね、目をつけてくれていたり、この後ろのね、これティンセルね、まあここら辺、芸が細かいですね。まあ、1200円ちょっとして5本入りだからね、一つあたりね、高くはつくので、でも、こんだけ細かい仕事をされていたら、まあ、それはしゃあないかなっていうね、そんな感じのルアーですけども、気になるのはね、やっぱこの襟巻き部分ですよね。で、動画とかでね、もう実況動画で作った峰村さんがね、めちゃくちゃでかいバスいっぱい釣っている動画なんかも上がっているんですけども、このフィッシュライクな形で、で、通常だとこう、なんだろう、こういうのってピクピクとかね、中空のワームで使うとなると、この背中あたりにね、マス針をつけて、で、ピク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 、ピク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 、っていう感じが今までだったんですけども、それをこのストレート刺し、頭からこう、針を刺した状態で、この襟巻きのところが、そのなんていうか、まあ、羽のような要素というかですね、この独特な襟巻きで水を受けて、ストレート刺しでピクピク、ピクピク、ピクピク、ピクピクって誘うことができるよっていうね、今までに、ない形っていうことで、この、襟巻きの形みたいなんですね。で、その水面まで浮かしたバスを食わせるために、このね、細かいね、ティンセルがあったり、目をしっかりつけてくれていたりということで、ね、すごい細かい仕事をなされているルアーなんですが、ホームページもね、ちょっと見てきたんですけども、ホームページの説明によりますと、ニューコンセプト小魚系ワーム、プロスタッフの峰村祐樹監修のニューコンセプト小魚系ワーム。ルアーの持つ強い水押しでバスにスイッチを入れ疑いなくバイトさせる。この逃がしと呼ばれるメソッドをサイコロラバーによって確立した峰村祐樹が世に送り出す次なる一手。リザーバーで勝つために避けて通れないのが、ルアーには目もくれず本物のベイトフィッシュにのみ執着するビッグバスの存在。視覚的にセレクティブなバスに対し、ミヌシルエットと逃がしのテクニックの両立が可能になれば、攻めの幅が増えるのは必然であった。そこで、様々なギミックを導入したサンプルを検証したところ、効果は明らかであり、本格的に開発がスタートした。銅に設けられた特徴的な襟巻きは、今までのワッキー刺しでしかできなかった、表層ピクピクをマス針を縫い刺し、下抜きで可能に、また、ホバストやミドストでは移動距離の少ない誘いができるとともに、ただ巻きではバタつきすぎない絶妙なタイトウォーボリングで泳ぐ、リップのような役割も果たす。攻略の難しいセレクティブなバスに対し、これまでにない反則レベルの切り札的ルアーとなった。試合で勝つために作った破壊力をぜひ体感してほしいということで、いやー説明ね、いろいろ書いてあったんですけど、なんかやっぱり表層で使ってみたいなーっていうね。ただそれ以外にもホバストで使った時も、この小型シルエットのワームにしてはこの襟巻きがあることによって、なんだろう、操作感とかが結構得られるんじゃないかなっていうね、そういう感じですよね。
でジグヘッドにつけてもいいし、まあこういうのをなんだろう、まあスプリットショットとかでね、ズル引いてみてもなんかイレギュラーなアクション勝手にしてくれそうで面白いんじゃないかなってね。この襟巻きはなかなかね、もうこれ一回世に送り出しちゃったら他のメーカーもなかなか真似できないですよね。あ、OSP の襟巻きシャットのパクリじゃんってなっちゃいますもんね。うん、まあね、本当あの、スーパー釣り馬の峰村さんがね、サイコロラバー作り出したね、峰村さんがいろいろ試してこの形っていうね、そこがまずね、間違いないんじゃないかなと。本当ね、あの、まあ、サイコロラバーもともと釣れるルアーだとは思うんですけど、OSP のあの峰村さんバージョンのサイコロラバーね、本当この春もだいぶ、うん、大爆発してるのをね、自分でも釣ったし、周りの人が釣ってるのもね、真横で見たりしているんで、うん、そんな間違いないデザイナーの人が監修しているっていうところで、一袋ね、これは買いじゃないかな。ね、この、なんだろうな、この背中の細かいリブとかもね、結構気になりますよね。まあ実際どうだろう、ちょっとおかっぱりのミエバスがいるところでいろいろ試してみたいなとは思うんですけども、ホームページのところのこういうところがこだわりだよっていうところを見ると、まずはこのね、中空エアホールということで、この中がね、あの中空になってるんですよね。まあ中空のこういうリアル系ワームはね、本当 OSP 昔から、定評のあるね、メーカーなので、そういうところが作るこのね、中空の作りっていうのは、まずまあ間違いないだろうなって。まあ浮かしたりね、するときにやりやすいのかなってね。動画で見てきたら、8番のフックとか、あとは6番のフックとかでも中空なんで、しっかりと浮くよっていう、それをこの顎のところからこう下に、抜き刺して、さらにそれを接着剤とかで止めるとね、いいよなんていうね、動画で説明していましたけども、小さい針をつけるとしっかりとね、浮いてくれる中空素材、そしてまあこの水を噛む、まあ襟巻き部分ですね、いろんな角度から映しちゃおうかな、まあ、この襟巻き部分が、まあ一番肝になるところですよね。これを設けたことによって、ストレート引きした時とかに、ここが羽みたいな役割を果たして、独特なね、こっちに来ない。そんで、なんか水面でもがいてる小魚のような波紋を出してくれるよっていうところ。で、ホームページに書いてあるのだと、ここの蛇腹状のくびれとティンセル。まあ、これも、釣れるための要素だよっていうね。この、くびれが下向きについていることによって、なんか、不意に動かずに、こう、下向きに、ひょい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 っていう感じのね、動き動画では見れましたけども、そこら辺もなんだろう、プラグの方のね、アイウェーバーとかで培った、その、ミエバスとか、南高フラッグのバスが、食うための要素なのかな。あの、アイウェーバーもね、この、こっち向きにだけ、ひょいひょいってたまに動きますよね。まあ、それをワームにも取り入れたよっていう印象なのかなっていうね。そんな感じですけども。まあ、何にしても、ね、スーパー釣り馬な峰村さん、印のルアーなんで、一袋ね、買っておいてもね、絶対損はないんじゃないかな、なんて思います。早速ね、ちょっとね、釣りに持っていきたいですけど、ちょっとね、釣りに行けるメドが今、直近だと立っていないので、まあ、こんなワームを発売開始したよっていうのをね、まずはね、開封動画でね、作っとこうかなと思って、動画を回し出してみたんですけども、襟巻きシャットを、ね、いかがでしょうか。いやー、まっすぐ引ける系のピクピク系競争ワーム、今までなかったよな。もうね、ワームの形って出尽くしてるはずだよなって思ってもなんかやっぱ出てきますね。この他にもね、5月時期なんか他のメーカーとかで、うわー、これは気になるってワームとかね、どんどん出てますからね。ちょっとね、
追いかけられるのはどんどん追いかけていきたいななんていうふうに思います。まあ、開封して、いじりながらねちねちと喋っておりますが、まあそんな感じでね、実況動画の方もね、釣りに行け次第ねこれ投げてみたいと思いますので、チャンネル登録の方をお願いいたします。あとまあ、こんな使い方いいんじゃないとかね、いろいろアイデアありましたらそれもねぜひねコメント欄に書いてくれると嬉しいです。まずはね、実況行ってこいよっていう感じですよね。まあちょうど今の時期効くんじゃないかな。表層のピクピクの釣りっていうのがこのスポーリングが終わって、5月6月まあ7、8とかね5、6、7ぐらいにね特に効く釣りなんじゃないかなと思うんで、絶妙なタイミングでね、しっかり発売開始してくれたなっていう印象なので、まずはね表層の、ピクピクつがいでね試していきたいと思います。はい、というわけで本日の釣りコー TV は、こちら、OSP からですね新しく登場の襟巻きシャット 2.3、これをね買ってきてみて開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ襟巻き。